こんにちは、久しぶりです。今日は顔を出さないで、します。顔を出してあげたら一人も見てなかったので、今日は右の脳の力、夢を叶えるの一節の中で、ライフワーク、これはお金を得るために働く。ライクワーク、これは自分の面白い仕事でやると。ライフワーク、一生続ける仕事だと。そして第4がライトワーク、周りの人を笑顔にする、人の役に立っていると仕事を感じている。まあこの文章で言うと、仕事っていうのは自分で一人でやるよりもたくさんの人が関わっていることが圧倒的に多いことに気がつく。当たり前です。俺がじゃなくて、みんなの力で成り立っている。そういう時に大きな感動とか充実感が味わえるのではないでしょうか。まあ最近私もこう稼ぎ3割仕事7割とね、昔から言ってましたけど、これ江戸商人の商いの精神だ。稼ぎというのは要するにお金を稼ぐ。仕事というのは人のために無償で奉仕する。自分の食い物を稼ぐ仕事は3割で、さっさ片付けて、あとの7割は人のために奉仕するという働き方。まさにライトワークです。まあ世の中では12ヶ月ありますね。だいたい3ヶ月か4ヶ月で1年分働いて、あとの9ヶ月、8ヶ月は今のように人のため、自分のために時間を費やす、働くと。まあ本当にそういうようにね、やはりそうすると夢を叶えるとか、ね、その今日はちょっと言いませんけど、右の脳の活力、左の脳の活用っていうことにいくと思います。ぜひこの仕事、何のために仕事をするのかということをちょっと考えてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。